みんなどう全部終わったか一通り。終わったと思います。終わった。じゃあ会議室集まってくれ。全体共有に貼ってたことで、メッセージの方のスマホのなメッセージの方に。はい。とりあえず簡単に始めますね。聞こえます。大丈夫です。聞こえます。聞こえてるよ。大丈夫。元気なんだけど、元気なんだけど咳だけ出るんだよ。そう。じゃあいいですかね。まずどっから話すか。あ、みんな多分思ってるお金のこと。給料が上がるんだけど、はいはいはい、これはちょっと今市長待ちなんで、市長が対応次第上がります。やった。時給がね、確か、うん、時給が上がるんで、ありがたい。なんでこれは遅れて俺に問い合わせをもらったとしても市長待ちっていう回答しかできません。なるほど、はい、早くあげろよって言わないでくれってことですね。言われたとしても俺はその回答しかできない。はい、うん、はい。でもう一個、まあ、これはもうこれから何度も何度も耳たこでみんなに言っていくんだけど、やっぱりお金の問題として挙げられるので、経費申請をした方がいいんで、絶対的に。皆さん経費申請はもう遠慮なく、本当に10円単位でもいいから言ってください、上官に。ランク4以上の上官にもう医療費とかもうなんかもう経費まとめて、1日まとめてその報告してもらうと多分お互い楽だと思うから、そういう感じの、まあ習慣付けでね、お願いしますと。で、もう一個、今ね、まあ警察で大きなその事件を追ってるっていうのがあって、でこれでまあ、みんなに足並みを揃えてもらいたいと思ってんだよ。例えば、まあ、どうしていいか分かんないとかっていうのが出てくると思うから、一旦ね、その対策本部っていうものを立てます。その事件に対応している中心メンバーを、対策本部として、でそこで、方向性を決めて、こういうふうにまた全体会議でみんなに落としていくっていうことをやっていきます。で、その、まあ、その追ってる島っていうのは言ったら、まあ、麻薬取り締まりだったりとか、そういうことなんだけど、もちろん大型メインで対応してて、そういった地道なその捜査っていうのにあんまりこう、まあ、積極的ではないとかっていう人が絶対参加しないといけないものではないんで、まあ、なんていうのかな、そういうものがこれから、まあ、始まりますよっていうことだけちょっと印象に入れといてくださいと、はい、いうことです。闇メカニックについてで、麻薬について、これで警察でちょっと今後、まあ、長期間犯人を追っていくっていうことになってから、それの対策本部を立てるんで、まあ、みんなにも情報を共有していくんで、みんなからもまあ何かもし気づいたこととかあったら、くれるとより捜査が楽になるかなっていう、そういうことです。で、まあ合間の空き時間とか本当5分10分とかでいいから、こういうふうに情報共有の場っていうのをちょっとできれば、これからも、まあ、もともとあったんだけど再開していけたらなって思ってるんで、人が揃ってる時とかに、まあ、2時以降とか空き時間とかにできれば協力して、ね、不定期でやるんで、ちょっと話聞いてもらえればなと。そんな感じ以上、はい、なんか質問ありますか。ねえですかね。まあ、おそらくなんですけど、うん、治療費マジで経費申請してない人多いと思います。ああ、そう、マジで。そう、話は戻るけど、治療費は多分結構出してる人いると思うんですけど、うん、やってるかな、うん、話聞いても治療、もう治療費はっていう人結構いると思うんで、うん、はい、オルカとニブが帰ってきたから、じゃあ目次要約して言うな。まず、ありがとう。経費申請を、まあみんなね、
損しちゃうからできるだけ細かく、もう本当細かくてもいいから寝る前とかでいいから上司にやるようにっていうことと、あと給料が警察上がるんだけどこれ今市長待ちになってるから、そこを待ってください、俺に問い合わせされても市長待ちですとしか言えませんっていうことと、今警察で追ってるちょっと長引きそうな大きな事件が2つ3つあるから、それ用の中心でこう捜査してるメンバーを軸に対策本部を立てるから、そこからみんなにこういろいろ今進捗こうなってますとかって情報共有をしていくって感じになりますと、うん、まあ追ってる大きな事件っていうのがその麻薬取り締まりと闇メカニック、あとまあちょっと何個かみたいな感じなんだけど、そういう感じ大丈夫かな。はい、了解、了解です。了解です。うん、ありがとうございます。他に何かないか、質問。二部とおるかも今ので大丈夫、分かったが。分かりました。 OK、 はい、ありがとう。うん、はい、あ、あとこれももう一個、最後にボーナスのスタンプ、あれ押し忘れないようにな。今日もホームズがギリギリで押し忘れあれだったけど、これね、押し忘れてたら払えません。押し忘れはもう一律に払えません。もうこれなんとなく印象、ちょっとマジか。いや、だこれは印象で、だってこの人いたかないなかったかなって言ったら、いたのにいなかった人がかわいそうとかになっちゃうから、もうここは平等に押してる人だけに払います。なので、はい、もう押し忘れないように、はい、忘れてたじゃあしょうがない。うん、なんで全体メンションでね書くんで、忘れないように次の週の分を今書いておけば、この今日とかこの後ポンって押してしたみたいなのはダメ。どういうことなんかどのタイミングで書いてますか。できれば週のその初めに書いてもらえるというか、その週終わった時に今週出勤した人はスタンプ押してくださいかの違い。最初だったら、うん、今すぐ押せるじゃん、出勤してもすぐ。出勤した日に押せるけど、これあとアットエビバンの方が嬉しいかも。そうそう、ああはいはいはい、オッケーオッケー。じゃあちょっと今もう俺が書いとくね、一回。それ6本の話だからまあいいんだけどさ、ここでこの人数でする話じゃないけど。まあそうなんだけど、そう一応ね、最近ちょっと押してないみたいな人多かったから、とりあえずここにいる人だけにも共有しとくけど。いや忘れてたわ。忘れてた。初めが助かる。初めて週頭でね。そうそうそう。あ、オッケー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 、分かった分かった。じゃあそれは俺ができるだけ週頭にやるように しとくわ。喋んのうめえな、しかし分かりやすかったわ。いや、そん全然伝わった、伝えたいこと伝わった。伝わりました。伝わった。オッケー。とりあえず対策本部とかっていうのは堅苦しく考えなくていいから、進んでる事件のコアメンバーで、その事件の捜査方針を決めて、みんなにこういう感じでいくから、もし何か分かったり気になったりしたことあったら言ってねっていうぐらいだから、みんなで全員で一丸となって麻薬捜査やってくれとかっていうものじゃないから。うん、はい、やりたいやつがやれね。そう、やりたい人はどんどんやってほしいし、逆に自分はそんなに入ってないからっていう人は全然対策本部から、対策本部っていうか対策から離れてもらってもいいから、後から抜けるもありね。うん、はい、そういう感じです。はい、はい、はい、まあいろいろこれからもその共有事って出てきて、なんかこの共有事が今のところこうふわっとふわっと伝言ゲームになってたりとか人づてにとかだったから、なるべくこうやって集めるようにしてやっていこうとは思うから、頻繁にとかじゃなくてね、必要な時に。なんでそういう感じでよろしくね。はい、うん、はい、じゃあ終わり。はい、解散。はい、解散。はい、じゃあ今日もみんなお疲れさん。お疲れ様でした。うん、あ、で経費申請必要な人はもう本当にこの2時以降とかね、ガンガン経費申請してもらって、はい、うん、無線で呼んでもらってもいいし、直接声かけてもらってもいいし。はい、お疲れさん。ちょっと遅れたわね。あ、でもなんかババアが全部知ってる内容だったらしいですよ。あ、そうそうそう、まあさっきババアと話した上で踏まえてのことだし、高橋ホロンと話がね広がっちゃってね。おお、また話した、仲いいな。でもだいぶね有力な情報をまた仕入れてたから全部ペラレやお前に
あ、そうなんだ。もうちょっと引き出せそう、もうちょっと引き出すみたいな感じ、うん、どんどん喋ってたらね、遅れちゃったハンターハンターのあの王のとこ行くノブみたいな感じやなもうちょっといけるぞ、もうちょっといけるって。なんか分かったんすか、こういう関係とか今の現状のなんか立場とか。あ、なんか最近でも活発だよね、ツイッターも。今ね、砂漠で活動してないみたい。それ言うの、うん、ちょっと待って、無線機能、それ自分で言っちゃうの。ありがとうございます。砂漠で活動してないみたいで、バカじゃん。今度北持ってけばいいかいって言ったら、ああそれでもっていうなんか反応したから、多分まあいつ町で活動してる。ああ、誘導尋問で北行くえ、こっちじゃないんだ。あ、北じゃないんだ。北じゃないみたいな、うん、そうなんだ。そもそもなんであったんですか、素材ですか、また。あ、素材を売却してるついでにね、足っていう感じ。じゃあ活動地域は、じゃああそこ行ってないんだ、うん、ってことだよね。そうね。あとね、繋がるかわかんないけど、クリスタルの話あったじゃない。まあ、うん、まだ繋がってないんだけど、クリスタル集めてるところ複数存在するらしい。ところっていうのは組織。組織。マジか。なるほど。すごいな、いっぱい話してくれるんだ。それはギャングがやってんすか。わかんないね。じゃあどこが集めてんのかわかんないけど、うん、誰が集めてるかもわかんない。誰が集めてるの、まあ、パンちゃんが集めてるらしいね。あー、まあ、ありがとう。パンちゃんが集めてるらしいんだけど、うん、高橋ホロンじゃない誰かに売ってるらしいよ。競合他社に売ってるってこと。あー、そう、競合他社がいるらしいね。マーケットがもうできてんのか。てかパンちゃんが売ってんの 言うんだ。まあほぼパンちゃんだろうっていう。ペライな。なるほど。なかなか、まあ、そうね。もしかしたらその我々が思いつかないようななんか使い方をしてるかもしれない。いや、なんか単純にブロック関係とかスリエースなんかなんだろう、あっちのね。カラミティとかだと思ったけど違うかもな、それ聞くと。そうそう、うん、違うかもね。パンちゃんがワンチャンやってるんか。でもクリスタルは違法性ないから、うん、結局持ってても、パンちゃんはね、今のところ素材は集めるけど完全に手は貸さないと思ってるから。うん、あー無理だろうねそれは、うん、なんかそれはやらなさそう、あいつ。そうだって捕まえたことないでしょ俺ら、あいつを。まあ投稿法ぐらいでね。だよね。なるほどね。全部言うやん、ホロン。もう、まあ、今日ちょっと仕入れた情報で後々つながる話もあるが。ああ、了解。いいね、助かるぜ。 すごいな。ああ、じゃあ所長、ああ、あの藤子ガンズメ編じっくりやっていきましょう。そうだな、じっくり煮詰めてやろうぜ。はい、もうもうビーフ、ビーフシチューぐらい溶かしてやろうぜ。ああ、あの最高の理論武装でボコボコしようぜ。ああもうほんと向こうもな、ああ、だいぶ高く食ってるからな、ほんとに。ちょっとキャップに聞きたいんだけど、闇メカってどうやったらメカニックってできるようになるの。ジョブなの、道具なの。それを言うとジョブですね。ジョブは必須ですね、うん、ジョブは必須なんだけど、うん、このジョブを出勤してなくてもできちゃう。だから、うん、ね、そう、ジョブの出勤、勤怠、勤怠で前判断してたけど、うん、ジョブなしでもワンチャンいけちゃうかも。ちょっと一回試していい、うん、今度、うん、そう、基本はジョブがないとメカニックはやっちゃダメ。じゃあもう職与えられてたらできる状態になると、うん、そう、だから可能性があるのか。つまり職は誰が与えられるの。それはその店のオーナーだから、店のオーナー DMC なら西野、うん、ボスメニューで与える。じゃあちょうどいいじゃない。なんか自動メカニックの店長集めて人狼やってもらいましょうよ誰が闇メカニックにジョブを渡してるのか人狼やってもらいましょうよ。恐ろしいこと。やばいけどめっちゃおもろそうすごいな、融和路線に行ってるメカニックを、うん
めちゃくちゃ言うなこのババア。闇メカジ絶対一番弱いの9055だよ。あいつ嘘つけないもん。1個の部屋に閉じ込めようぜ、最後殺し合いが起きるぞ。あだってこの前サンタス様ってサンタス様って聞いたら一旦にって言ってたもん。大丈夫かな。やばすぎだろ。一旦に何それ。闇メカに要は何、その要はジョブを与えてるかどうか、人狼。うん。だから、職が与えられてるってことは誰かからこう増えてるわけだからな。そうそう、今の白メカの誰かからね、経営者から職が配られてるっていうことだから。まあそうだね、人狼できる。しかもあれ、ああちょっとわかんないんだけど、ジョシュアって言ったじゃない。うん、はい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 。ジョシュアって私ね、ちょっと調べるわね。最近来たと思うのよあいつ。なんか。あ昔からいないやつだ、ね、あそうだな。そうそうそう、あんま聞いたことないな名前。5月22日コンビニ強盗。最近だな。最近っていうかまあだからこう今も増えてるってことでしょこれ。こいつらうんうん、イケシャーシャーとイケシャーシャーとネズミ残式にな。あそのせいでうちの社長プンスカ怒ってるぜ。売り上げが減ってるって。いやまあ多分あんま関係ないかもね。やめろ、はい、一体誰が一体誰が巻いてんだろうなこれ。まあまあでも多分、まあ、十中八九あの店でやってたってことはジョシュアが、うん、もう分かりやすいよね。まあな、まあ、まあまあ、うん、だからいや白目かって言い張ってるんでしょ自分を、うんうん、白目かっていうか闇目かじゃないって言ってんでしょ、うん、でもいやでもステートに乗らないって可能性は、ステートに乗らないって時点でちょっと怪しいんだよなそもそも。なんで乗らねえのじゃあフリーランスでも。なんかだいぶ時間経っちゃったけど、うん、ああなんかあの闇メカの可能性がある人まとめってあったじゃない。どこだったっけね。あっとね、あったね、待ってね、闇メカまとめってとこだじゃない。闇メカ、報告の闇メカってとこ調べて、ああこれだね、はい、疑いのある犯罪者リストですね。知能マルコ、白井マンタ更新してなかったね。はい、ジョシュア、これ更新必要だね。ジョシュア書いとくよ。あールーファス・ウィルキンズもそうなんだ。え、ルーファス・ウィルキンズとそういえばジェフさん仲いいな。あ、いや、はい、まさか同じ職場で働いてるなんて言わないと。同じ職場で働いてます。台本かよ。ちょっとそうだね、あのでもそのなんかネットワークがあるような広がり方をしてるわよ。いや確かにそのジョシュアがすぐにそういうの行動できたってことは、そうそうそう、お前もやんないかっていう人がいたってことだよ、うん、そう。一回ちょっとあのジョブなしでできるかやってみます。多分できないと思うんで、うん、あまずジョブがないとあのエンジンスワップとかいじるのができないんで、そのあのパソコンがいじれないんで、うんうんうん、パソコンのそう他の修理とかのためだけにやるのって正直多分クソめんどくさいんで、やるの F1 の番号が使えないんで、うんうん、この F1 を押して警察業務みたいにワークして警察業務ってあるじゃないですか、うん、警察それと同じメカニックも同じようなやつがあるんで、そっちからみんな基本やるんで、うんうんうん、一回ちょっと今から、BMC 行ってその仕組みができるかどうかだけ見ていきます。ああ、いってらっしゃい。ああ私は寝るわ。俺も寝るぜ。あ、おやすみ。うん。ああ、所長。ああ。3本たまった、3本ぐらいたまったか。これでもうあと1日出勤したら25まで耐えれるな。あ、でもね、今のな、旅行前のね。あれだぞ。まず、ババアとの会話、俺との会話、その後、あと決起集会でもう1本。うん。で、決起集会プラス今のでもう1本。いや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 。今日3本だ。細切れ、すごい細切れ。ああ俺細切れ戦法でいっぱい作ってる。ごめんなさい、今弾当たりました。大丈夫でした。あ痛いよ痛いよ、当たっちまったよ。ごめんなさい痛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 い、ごめんなさい、どこ怪我しました。いや痛い痛い痛い、全然すいません。すごい新人にもです。どうしたらいいんだこれ。あ蹴っていいぞ。バーバリアンさんって言われてる。バーバリアンさん。え、バーバリアンさんじゃない。まあ、ババアとは言いづらいか、新人が。ババアさんっていうのも言いづらい。じゃあ次から気をつけな。はい、すいませんでした。何でもねえやつ。これで歌詞作るんや、めちゃくちゃやな。やばいな。まず歌詞1年。怖いな。しかも新人に。あめちゃくちゃだ。歌詞50ぐらいあるから、ね。あ、俺もなぜかしら、あいつに100個ぐらいありそうだ。みんなあいつにあるだろ。
じゃあね、じゃあちょっと行ってきますわ。行ってらっしゃい。あよし、じゃあ私は寝るわね。おお、俺も寝る。あ、お疲れキャップ。お疲れ様。はい、パパ寝るわ、おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。同じく俺も寝る、みんなおやすみ。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。